こんにちは、こんばんは。今回は、ゼブラホースにエキスを与えて、いろいろなお馬に変身してもらう予定です。でも、その前にちょっとだけ内装が変わったお家の中を、さらっと紹介させてください。まずは2階から。すでに見えていますが、トラちゃんがお引っ越ししました。おたけが仲間になり、ちょっと窮屈そうだったので、トラちゃん専用スペースをここに作りました。猫用ベッドもここにあります。私の生活スペースより、やや豪華です。こっちにはクローゼットができました。ダークオークが手に入ったことで、作れる家具が一気に増えました。ベッドも新しくなりました。落ち着いた色で、アンティーク感があってお気に入りです。ただ、なぜか使えないので、スポーン場所はもみじ丸たちのベッドです。この辺もちょこちょこと追加しました。小さくて作りが細かい家具が可愛い。1階にも新しい家具を追加しました。もみじ丸たちは仲良くしています。これが私のスポーン場所です。主に変わったのはキッチン周りで、ダイニングセットも少し豪華になりました。あ、ここに電話もつけました。誰からもかかってこないけど、かかってきても怖いですね。そして、見てください。とても可愛いキッチンになりました。コンロが4つに大きなオーブン、どんなお料理もできそうですね。それでは、このキッチンでエキスを作っていきましょう。エキス作りに使うのは、こちらの心臓です。闇の心臓、炎の心臓、ゾンビの心臓ですね。この心臓と特定のアイテムを混ぜ混ぜすると、貴重なエキスになります。まずは、闇のエキスから作っていきましょう。3種類のお馬に必要なため、4個ほど作っておきます。材料は、闇の心臓とエンダーパールです。この2つをガラス瓶に入れると、闇のエキスができました。次は、ゾンビエキスを作ります。材料は、腐った肉とゾンビ馬の心臓です。メロンソーダみたいな色ですね。最後は炎のエキスです。炎の心臓と、ブレイズパウダーで作ります。これで必要なエキスが全部できました。早速ゼブラホースに揚げに行きましょう。ゼブラホースのゼブランです。この子は、最初に生まれたゼブラホースです。まずは闇のエキスを使って、変身してもらいます。ドキドキしますね。おぉ。わぁ、かっこいい。無事にコウモリ馬になってくれました。野生のコウモリ馬は懐かないけど、こうして変身させた子は、ちゃんと懐いたままです。せっかくなので、ちょっと背中に乗せてもらいましょう。見てください、体力がすごいです。1234567891011121314。25。ハートが25個もあります。マンキコアよりもタフみたいですね。そんなコウモリ馬ですが、ここからさらに変身します。今いる場所は、高度が125を超える高さです。高高度でコウモリ馬に光のエキスをあげると、さらに変身してくれるそうです。早速あげてみましょう。あ、ちょっと。待って。ナイスキャッチ。打ち合わせと違うでしょ？降りたら、その場でじっとしてるんだよ。こらー。なんでそんなに自由なの？痛い。思ったより高さがあった。足場を広げて、フェンスも設置しました。最初からこうすればよかった。さて、では改めて、コウモリ馬に光のエキスをあげてみましょう。おぉ。ペガサスに変身しました。真っ白で、とても綺麗ですね。体力はコウモリ馬と同じみたいです。飛ぶ速度も同じかな？このペガサスに、もう一度闇のエキスを与えると、
黒いペガサスになるそうです。体力が増える代わりに、移動速度が落ちるようなので、このまま白いペガサスでいてもらおうと思います。帰ってきました。もう一頭ゼブラホースがいるので、その子には少し違う変身をしてもらおうと思います。2番目に生まれたゼブラホースのゼブリンです。少し前に大人になりました。ゼブリンには、まずは炎のエキスを振りかけます。そうすると、ネザーにいた炎のウーマになりました。正しい名前は、ナイトメアだそうです。今度はこのナイトメアに、光のエキスを振りかけます。あれ？お、いきなり変わった。炎のウーマが、ユニコーンに変身しました。ユニコーンは縦髪が長いみたいですね。白と金の色合いがとても神々しいです。3頭目のゼブラホース、ゼブロンには、ユニークで、ちょっとホラーな変身をしてもらいます。まずは、闇のエキスでコウモリ馬に変身してもらって。このメロンソーダ、ではなくて、ゾンビエキスを振りかけます。シュワシュワしたらごめんね。そうすると、ゾンビ馬になりました。羽があるゾンビ馬なので、正確には、ペガサスゾンビらしいです。よく見ると、メロンソーダが落ちてますね。このメロンソーダ状態でしばらく経つと、特殊な能力がある骨の馬になります。時間がかかるので、先にここまでの馬さんたちを、まとめて紹介しておきますね。まずは真っ黒い体のコウモリ馬。コウモリ馬が光のエキスで変身したペガサス。ゼブラホースが炎のエキスで変身したナイトメア。ナイトメアが変身したユニコーン。もう一段階変身できるゾンビ馬。以上がここまで仲間にできた馬たちでした。ゾンビ馬が変化するまでまだ時間があるので、水中呼吸のポーションを作って、海底神殿に乗り込みたいと思います。ポーションができた時のコポコポっていう音、なんだか好きです。海底神殿に行く準備が整いました。水中呼吸のポーションと暗視のポーションが、6個ずつあれば足りるかな？実は、一人で海底神殿に乗り込むのは初めてです。似たような部屋ばかりで、ずっと迷子になってた記憶しかありません。ボスを見つけられるかな？では、ポーションを飲んで。おお、こんなに見やすくなるんですね。全然怖くなくなりました。では、乗り込んでいきます。海底神殿のことは少しだけ予習していました。このガーディアンは、無視して進んだ方が良いことも知っていたはずなのですが、緊張して忘れています。このようにポンコツすぎるため、海底神殿攻略の様子は、ダイジェストにまとめました。では、どうぞ。入り口からすぐの広間に、大量のガーディアンが、無視すればいいのに、お宝が気になって、なんとか倒そうと頑張っています。結局諦めて奥に進んだら、スポンジ部屋を発見しました。予定通り迷子になりつつも、なんとか一匹目のエルダーガーディアンを見つけました。エンチャントしたダイヤ装備のおかげで、攻撃は痛くなく、戦闘は楽でした。倒しました。意外と楽勝なのでは？と油断していたら、水中呼吸のポーションが切れたことに気づかず、慌ててポーションを飲もうとしていますが、それは水です。ポーションを飲んでいると思っているので、息ができないことにパニックになり、水をガブ飲み。ここでようやく気づいて、ギリギリ間に合いました。その後は迷いながらもトラブルはなく、2匹目のエルダーガーディアンを見つけて、倒して、最後のエルダーガーディアンも見つけて、
これも倒して、海底神殿をクリアできました。海底神殿のブロックを持って帰りたいのですが、この海底神殿は綺麗な状態のまま残したいので、今は我慢することにしました。後でスポンジやお宝だけ回収しておきます。海底神殿から帰ってきて、メロンソーダの様子を見に来ました。少し緑の部分が減ってますね。もう少ししたら、すっきりしそうですが、一皮むけた姿は、次回にお見せすることにしますね。少し時間が残ったので、ヤギさんの面白い行動をご紹介します。うちの牧場にはヤギの夫婦がいますが、メスのヤギからはミルクが取れます。この子が女の子です。ミルク、くださいな。こんな風に、牛と同じようにミルクがもらえます。羊からはもらいませんよ。牛乳と同じ扱いなので、飲んだり、ケーキに使ったりできます。ヤギミルクは、ワンコの栄養補助にも、とても優秀なんですよね。そんなヤギミルクですが、メスからしかもらえません。オスのヤギさんからもらおうとすると、結構な勢いで頭突きをされます。頭を下げて、やんのかこら状態です。しかも、この怒りのポーズは、しばらく経っても続いていました。そのうち許してくれるかな？それでは、今回はここまでです。ご視聴いただき、ありがとうございました。今回見つけた生き物は、5種類でした。合計で53種類の生き物を観察しました。次回は、骨の馬と海の生き物を紹介する予定です。